この動画はコラボ企画月夜の塔の動画です。投票数によって勝ち負けが決まるので投票お願いします。それでもいいって方は、ゆっくりしていってね。何か面白いネタとかないですかねー。何も考えずに白霊神社に来てしまった。そうだ。霊夢さんの1日を勝手に密着取材しちゃいましょう。うん、そうしよう。絶対にいいネタになるなる。それじゃあ、霊夢さんを探しに行きますか。今日もよく寝たー。朝起きたらまずはあれをしないと。霊夢さん起きましたね。朝起きた時のあれとは一体何なんでしょうか。もしかしたら大スクープになるかもしれません。これは密着密着。うおおー、朝のトレーニングじゃー。で、霊夢さんがすごすぎて地震が起きております。よし、さっきに間に腹筋と腕立て伏せスクワット全部100回終わらせたぞ。なんということでしょうか。さっきの一瞬で筋トレをしていたとは。さすが、白霊の巫女です。朝トレも終わったので掃除でもしますか。朝トレの後は掃除ですか。これはメモメモ。霊夢。うわ、ゴミが出てきました。ゴミはこっち来るなー。どうやら霊夢さんも嫌がっているようです。それにしても霊夢さんはどうゴミを片付けてくれるでしょうか。はよ帰れこのゴミ。なんでそんなこと言うの。本当にゴミがかわいそうになりました。ちょっと機嫌が悪いから早めにご飯食べるわ。霊夢さんの朝ご飯ですか。気になりますねー。今日のご飯はーおーこさまランチ。お子様ランチ。お子様ランチって子供が食べるやつですよね。まさか霊夢さんの強さの秘訣はお子様ランチにあるのでしょうか。今日のご飯の原料は牛肉、豚肉、卵、ご飯。どれも美味しそうですね。原材料名から確認する白霊の巫女さすがです。まあ、特に原材料名を言ったところで何も変わらないんですけどね。何も変わらないんかーい。朝ご飯も食べ終わったし、これから遊びに行くとしますか。さあ、霊夢さんはどんな方と遊びに行くのでしょうか。まあリーザー、遊びましょう。霊夢さんの顔が怖いですね。私だったら絶対に家から出ない。というか、ここマリサさんの家でしたか。これはいい発見ですね。おい、寝不足でこっちは不機嫌なんだよ。マリサさん出てきましたね。ちょっと顔怖いけど、いつも通りですね。で、お前何しに来た？私が貸したお金返しに来なさい。あなたは借金をしています。貧乏な霊夢さんがお金を貸しているだと。もしかしたら、明日は地震が起こるかもですね。私が貸した2円を早く返しなさい。まさかの貸したお金が2円。2円でお金を請求しに来るなんてどんな神経をしているのでしょうか。マリサさんまで呆れてるじゃないですか。言わせてもらうけど、この前お前にジュース買ってあげただろ。関係ないね。お金くれなきゃいたずらするよ。なんだよこの巫女は。どうやら高魔館に来たようですね。お昼に来るところではないような気がしますが何をしているのでしょうか。今日の高魔館で食料をこじきこじき。これは大スクープです。霊夢さんが食料を盗んでいると出せば。いや、いつものことか。昨夜私のご飯を。この時間はお昼ね。しっかりメモしました。今日は愉快だ。あんた誰？って思ったそこのあなた。私こそが天聖なのです。とりあえず酒を飲むのねー。もっと酒飲ませろー。なんという飲みっぷりでしょう。すごすぎます。もう飲めない。霊夢さんが酔ってるだとー。これはスクープです。明日の新聞に載せちゃいましょう。今日一日中いたのはそういうことだったのか。私を新聞に載せるって？霊夢さん落ち着いて。さっきまで酔ってたのに。なんで？落ち着けるかー。取材するなら取材するって早く言っておけばよかったのに。あやや、すいません。こうして、霊夢の1日観察が終わるのだった。最初から私の存在はバレていたみたいです。白霊の巫女。本当に恐ろしい。